一日雨ですね。よく降ります。はい、今日は何やってんですか、リーちゃん今。今日ポニーテール、ママにやってもらってる。そうですか。これから学校ですね。はい。え、今日学校休みです。あー、ネジ引っ掛けたね。よくも罠にはめたわね。はい。罠にはめて、罠にあるしね。そっか、はいよ。だって今日金曜日だもん。え？金曜日だから。え、今日金曜日だったんだ。あ、そっか。違う、違う。昨日金曜日だったでしょ？今日。昨日金曜日だったから。今日はお休みにしたって。昨日金曜日だから、持って帰るから。あれ、もしかしてボディキルでパパと同じに行ったの？違う。パパ三つ編みだもんね。うん。なんかパパは三つ編みです。パパは三つ編みです。編み切っちゃいました。こんぐらい切っちゃいました。りんちゃんもっと切ったでしょ。お尻まであったの切っちゃってたもん。うん。リリー。どうでしょう。どうだよ、もうだって。ああ、後ろが来た。11じゃなくて。11だ。リリー11。だからかわいい。お、だって響きになってるかないで。りんちゃん次。あった。はい、今日もね、一日雨なんですよね。もう連休でもずっと雨で、もう困りましたね、この雨の中で。これはね、これからオフで結構使う湯たんぽ。これからはね、寒い日なんか湯たんぽが一番でね。電気毛布よりね、やっぱり湯たんぽが一番いい。今ね、便利だしね、これで中にこう巻いて布団に入れるときはバッチリだしね。まだマックはね、冬はあんまり知らないんでね。あ、一回してるか。一回してるけどね。まあ、ちっちゃかったのからね。今回はね、そんなことでね、いろんなことをやってみたいなと思ってるんだけどね。雨の日をどう遊ぶかだよね、マック。